皆さん、お疲れ様でーす。今回は <laughs>、兄弟通りだね。これ、ヘルメットの,あのシールドなんだけど、このカバー、カバーを洗おうと思って、これが入ったまま洗っちゃったの。そしたら、こんなんなっちゃって、<laughs> うわー、うわーとか思ったんだけど、まあ、結構高いんですよ。これ、6000円だか7000円だか、引ちゃうのね。で、こんなんなっちゃって、 でもまあ、なんか、ホバフェットみたいで、かっこいいかなとか思ってる。<laughs> で、実用上はどうなのかっていうと、うん、なんか、ザラザラした感じになっちゃって、やっぱり見にくいですね。まあ、しょうがない。こういう、買い、買い替えましょうかね。うん。まあ、こういう失敗をするときもあります。 えーっと、ゼレンスキー大統領のあの国会でのね、えー、お話はなかなか上手でしたね。うまかったね。現代社会ってのは本当口、口が口のうまさがこう大事っていうのがよく分かりますね。で、各国でうまい具合に使い分けて、喋る内容を考えるね、ライターがいるんでしょうね。優秀なのがね。で、優秀なライターがいないと、ああいうことはできないですよね。うまい具合に ますよななるほどなって感じねでますますうんロシアはピンチなんですけどでもロシア軍の弱いのがもうバレバレになっちゃって湾岸戦争でロシア製というかソ連製とかいうか、えー、あっちゃら系の,あの武器の弱さっていうのがバレバレになっちゃってでその後ですね T72 とか散々改造して「魔改造」みたいなことやっちゃってうちは強いぞみたいなことやってたんだけどうんでも今回のでも結構 ボロボロだよね。割と最新鋭の戦闘機が撃ち落とされたりとかさ。で、<laughs> 旧式だけど揚陸艦沈められちゃうしね。し沈んだのかな沈んだのかど,ど、なんか知んないですけど、もうボロボロだよね。で、ボロボロなのに、ロシア側は、いや、あの沈んでませんとか <laughs>、発表しちゃうさ。なんか、まあ、ロシアは今、もうどどど、どうにもなんないね。少,少なくても、今後どうなろうとこん、今回の件はロシア側の、 負けがもう確定してるって感じがするよね。少なくとも勝ちではないよね。大損大損だのは確実ということになっちゃってますね。うん、あ困っちゃうよね。プーチンはね。<laughs> まあまあいろんなことを皆さん言ってるじゃないですか。言ってる中で例によって私は他の人が言わないことを言おうというふうに考えてるんですよ。で、えー、今こう日本日本国内でね、わあわわ皆さん喋ってるのは大体はやっぱり。 ロシアがいいけないよね、ウクライナを支援しなきゃいけないよねみたいなことになっちゃってるじゃないですかそう,そういう空気がもうできちゃったで、これこういう空気作ったってのはあの大統領うまいよねうまいうん、くやりましたようまくやりましたようまくやったのとあとはんかあなんか,あなんかあ今回はこの方向なんだねっていうやつだよねだってコロナが流行りだした頃だってみんなマスクマスクみたいなことになっちゃったりさ 自粛自粛とかさなんか一つの方向にわーっとこう行っちゃうよねで今はウクライナを応援しなきゃみたいな空気にわーっといっちゃっててさ、うん、なんか何にも考えずにわーっと一方向に行くね <laughs> じゃあこれで今度日本がピンチになったらどうなっちゃうんだろうねうんどうなっちゃうんだろう何年後かになんか日本に有事があった時にウクライナはどうするかっていうとふーんで終わりだと思うよ私はだから今回は えー、ヘルメットと防弾チョッキ送るんだっけ送ってそれから復興支援とかもやってっていうふうにまあ相当なお金が向こうに回るわけですよ回,回ってでウクライナ側はどう思うかっていうとなんかふーんで終わりだと思うよだから日本から見るとや,やり損というかさあ少なくとも非難されない程度には俺らはやったよねみたいなことになっちゃってて。 うん、だから私がこないで言った案だとさ、実質ただで <laughs>、実質ただですごいインパクトがあることができるのに、うん、愛も変わらず日本政府は金をジャブジャブ出してなおかつ評価もされないっていうことをやっちゃってるよね。だから費用対効果で言ったら非常にまずいことをやっちゃってて国益を全く無視してるっていうかさ、国益にならずにもう自分の票に繋げようっていうのばっかりだよね。で演説やってる時だってさ、なんかあれ。 国会のなんか会議室かなんかでやったそうですけどえらく密になってるよな密はダメと言いながら自分たちは密をやるというこの説得力のかけらもないっていうところがたまんないよなそれで決まったのがさ結局あの支援しますや,やりますあれや,やりますみたいなことを言ってで結局そのウクライナから評価されるかって言ったらまあ評価はしないよね うん、評価はしない,いや一応礼を言っていた方がいいなって時はああありがとうね」ぐらいは言うだろうけれどまあそれっきりですよ。だって湾岸戦争の時だって散々お金出して「へえ」で終わっちゃったじゃん。<laughs> へー「へえ」で終わりなんだよ、うん。だからその二の前に今回もなるんだよね。で政治家たちは何を考えてるかっていうと今回の件で自分はちゃんと。 えー、ウクライナを頑張あの支援する方向に動きましたよこんだけこうやりましたよで演説の時にはその場にいて私も感動しましたみたいなことをやって、えー、大衆から一票でも余計に票を取ろうっていう気でしかないという <laughs> だから国益のために働いてくれって思うんだけど。 うん、どちらさんも国益のために働こうとは思わないし国益のためにこ,こ,うこういうふうにやろうとか言い出したらそれこそあんたはウクライナの人の気持ちが分かんないのかみたいなふうに非難されて終わりという <laughs> だから結局さ民主主義の限界をつくづく感じますね。あの大衆に受けのいいいいいことととを一生懸命やらなな、えー、当選できないという。うんだから 政治家として妥当な人が当選するんじゃなくて当選することに一番頑張った人が当選してで政治家になっちゃう当選したらどうするかっていうと次の選挙に備えるっていうことに <laughs> ちょっと休憩してさあ次の選挙に頑張るぞっていうそっちに行っちゃってその椅子に座ったらその椅子に座ってる人がやるべきことをやらずに次の選挙のことを考えちゃうっていうまあその繰り返しとだからやるべきことをやる人間が ややるべきここととらなないってことになってにちゃうんですよねで、ジャブ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 よその国のお金払っちゃって払うだけ払って何にもならずに結局日本貧乏なまま立場は悪いままそれでいて国民の皆様は減税しろっていう,う,に言うんだ,よだってジャブ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 金上げちゃっててでなおかつさうん国のためにならないのことば,ばっかりやってんだから。 そりゃ国は貧乏になりますよ貧乏になってだからどうにもならないから国債発行ってことになるわけでしょいわゆる国の借金とかって言い張ってるあれがまた増えちゃうということなんだよな今回もあのい,いろんな国がいろ,いろんな思いでこう動いてんでしょうけどとにかく日本は惨敗なままだよね今回もまた負けですよまた負けましたよくわかりもしない感情で動いてる人が票を持っちゃってるんでその票を持ってる人の誤金を取るために政治家が動いちゃう で結局変な方向に行っちゃうんですけどね。えー、っと、で、まあ、今回は何の話しましょうかね、あのー。あの、面白いなと思ったのはね、女性セブンっていう、これ、週刊誌でいいのかなえー、2022の4月17、あ、4月7日14日号っていうやつの、これ、ネットの記事が出てて、これ、このね、ネットに出てた記事が面白いんで、これの話をちょっとやってみましょうか。 3月7日、ロシアは自国への経済制裁を行う非友好国リストを発表。アメリカ、EU 加盟国などとともに日本も含まれた。うん、非友好国、うん、も結構の結構じゃない。非友好国、友好国である,はいやあるわけねえじゃねえ結構ですよ。日本政府はウクライナの要請に基づき、防弾チョッキのほか、ヘルメットや防寒服など、防,防衛装備品の提供に踏み切った。 こうした装備の海外移転は本来は防衛装備移転三原則により規制されるものだが政府は運用方針を変更してウクライナに無償提供することを決めたっていうふうにねだからダメって言ってるものをいつの間にかさなんか気分でこう変えちゃうんだよ。何やってんだよ。なルールはあるけどルールをなんかその場の気分でふわーっと変えちゃうっていうこの日本政府のだらしなさ。 だから、花からさ、武器も輸出できるようにして、日本の防衛産業を育成しなきゃいけないのにさ、こういう時だけちょ、こちょこちょってごまかすんだよね。防弾チョッキだって数が全然、基本的に足んないんでしょうからね。全自衛官分の防弾チョッキがある,からあるのかって言ったらないと思うし、うん、あとはいざなんか侵攻されたら、それで、えー、民間の人に防弾チョッキを渡して、それで守ったりとかってできんのかって言ったら、そういう数だって多分ないよ。自衛隊には。自衛隊、貧乏で PP なんだから。 ピーピーなところから防弾チョッキあのひっぺがしてそれで要の国に国持ってっちゃってでそれでウクライナの人はそれを評価するかっつったらさ何よりかはいいかなぐらいにしか多分思わないだろうからねうんだから役に立たないことにまたお金を使っちゃうと。で これでまたさあの自衛隊のこう防弾チョはキ足んなくなるんだからそれで増産するのかって言ったら多分増産もしないで現場にお前ら我慢しろで終わりなんだよどうせ攻めてこねえから大丈夫だよみたいなことになっちゃうんだろうからさなんかもうがっかりだよなはい次いきます日本政府の対応を受けてかプーチン氏はすでにすぐに日本に向けて動きを見せました3月10日北方領土の、えー、エトロフ島でミサイルを使った軍事演習を始め11日にはロシア 海軍の艦艇10隻が津軽海峡を通過して15日にも4隻が通過ウクライナに向けて兵士は武器を輸出輸送しているようですが日本への威嚇も兼ねているとみられますうん。だからロシアはすぐにこういうことやるんだよ威嚇を威嚇すぐやるの皆さんね東北の震災の時にロシアが何やったか知ってますか震災があって津波ダーンってきてすぐにロシアは領空侵犯やったんだよ相手が困った時にはすぐ突っ込んでいくんだよ <laughs> でもこういうことやるの。支援するとかなんとかじゃないすぐ領空侵犯や。速攻でやったよ、あそこは。だからロシアってのはこういう国なんですよ。それで友好も減った国もねえっていうのね、だからこんなさ、威嚇をされる前にまず日本がやっちゃえばいいのに、先手を打たなきゃ、こう威嚇するんだったら先手を打たな、ね、い、打って、相手がうわっとか思うようなことをやんなきゃいけないのに、ぼーっとしてて、で、なんかやられて、いかんに思いますとか言ってんだからさ。 これれじゃあ舐められて当然ですよ、えーと。次ですね。ゼレンスキー氏による国会演説の2日前の21日、ロシア外務省が日本との和平条約締結交渉を中断すると発表、北方領土への旧島民の掲げの目的とした日本とのビザなし交流の停止や、北方領土での日本側との共同経済活動に関する脅威から撤退する意向を表明。うん、だからこういうのもさ、先手を打って日本がやっちゃわなきゃいけないのにさ。 なんでこう、後手後手に回るんだろう。だから先に日本から、あ、こんなのやめだよとかって言っちゃえばいいものをさ、なんかね、なんかぼーっとしてる。いつも受け身だよな。えー、次いきます。ロシアは非常に強い圧力を日本に加え始めています。プーチン氏から見れば、同じ鄰国でも日本はウクライナより格段に攻めやすい。もはや日本はロシアの敵対国とみなされている。いや、日本、あのね、ロシアは昔からずっと日本のことを敵対国と見てます。 有効なんてする気全然ない、有効有効っつって金を引っ張ろうとはしても、本気で有効とは思ってません、えーと。ロシアは非常に強い圧力を日本を加え始めているって、加える能力がもうないよ。能力ない、金ない、金がない、えー、とな何もないあの、弾薬ない、ミサイルもない、何もない、で核兵器は一応持ってるんだけど、使えない、だから何もない。でここにさ 同じ隣国でも日本はウクライナより格段に攻めやすいってなってるけどウう海がけっのにやろうウクライナは地続きなんだからすぐこう車両とか入れられたけど海を渡って何かを入れるってのは大変ですよで来られるとしたら空挺なんだけど空挺ってのはですね重火器持ってませんので海があるとなかなか攻められませんよえ次いきますね 一部では想定外の苦戦を強いられているウクライナを諦め代償として北海道に侵略する可能性を指摘する専門家もいる。うん。<laughs> あの本当ね。専門家あのね皆さん専門家って何だか知ってますか をを食えててる人を専門家っていうのだからこうやって煽ることによって結局自分が自分のとこ懐に金が入るようにするのがこれが専門家なのねだから専門家が何か言ったからってそれが本当と言えるかって言ったら全然だよね。真実かかどううっていいいいのはよく吟味しないといけなとけで代償として北海道に侵攻する可能性ないねもうないです。あの もう今ロシアフラフラですんで北海道がどうのこうのなんてで北海道に行っちゃったらそれこそ北海道ってのは日本ですから日本ってのは NATO に加盟してますからねもっとどこがどう出てくるかさっぱり分かり合いしないウクライナでヘロヘロなのに NATO を相手にするなんてんな無理ですよ今のロシアにはどうにもなりません、えー、次いきますね日本とウクライナにある共通 点があるロシアは2014年のクリア併合の際、ロシア系住民の保護を理由にロシア軍投入を決断、結果的に併合した、えー、歴史がある。だが、ウクライナや西側所得はクリミア併合違法と見なしており、承認していない。うん、承認してないっつったってもう実己支配しちゃってるからね。実 <laughs> 己支配しちゃってるから、どうにもならない。北方四島だってさ、北方四島は、 なんかうやむやになっちゃってるけどさでもロ,ロシアはあれ自分のものって言ってて日本は日本のものって言っててでも実効支配してるのはロシアなわけじゃんそれでじゃあ NATO が何とかしてくれるの国連が何とかしてくれるのって何にもしないでしょだからこれが現実ですよだから皆さん現実をちゃんと認識しましょうよ、えー、次いきます 2018年12月モスクワで開かれた人権評議会でプーチン氏はアイヌ民族をロシアの先住民族に認定するという考えを示しましたアイヌ民族の保護を名目にロシア軍が北海道に侵攻するというリスクはプーチン氏のこれまでの手法からして全くありえないと簡単に切りけられないでしょううんこれはやばいよねやばいあのねアイ,ヌアイヌ民族って皆さんはっきり定義ないできないっていうの知ってますか 私がアイヌですとか言っっ言ちちゃゃうううと、もうアイヌ民族になっちゃうんだってで、だって適当に北海道にたまたまいる人に「お前らアイヌ民族ってなんだよな?」って言うと「じゃあアイヌ民族です」って言って「あこの人たちが虐待されてる」って言って軍がーとちゃうんでだ,だからさ侵攻する理由づけなんてどうにでもなっちゃうんだよ。攻めようと思えばいつでも攻めてこれるのよ。 理由付けけななんてどどううにでもなっちゃ、うん、だけど実,力がないよ、ね、実力がない。よね実力がない実力がなくて、じゃあ、チャイナの人民解放軍来るのかってったら、あそこも実力がないからね。やるとしたら、あの、飽和攻撃でやってくるっていう手はありますよ。物量でやってくる。物量でやってこられちゃうと、自衛隊はどうにもならないです。で、自衛隊ってのは、 冷戦終わって私が自衛官だった頃よりもよっぽど人数も減っちゃって予算はまあ相も変わらず1%枠でやってるわけじゃないでも NATO ってね基本的にねなんだっけ GNP だか GDP だかの2%を努力目標みたいなことをやってるんですよ。だけど自衛隊って1%なの半額でやっちゃってるわけ。だから私はせめて標準的な。 加盟国の2%だったら妥当じゃねえのと思うんですよでアメリカはね3だか4だかなのねで軍事費をバンバン使ってるところって大体10パーぐらいとか使っててえっ、ー、とね北朝鮮はた多分ね20パーぐらいなんだよねでロシアって15%とかそのぐらいで使ってるわけよ。そのぐらいのよその国は国を守るためにそんだけのお金を使ってるわけ。 日本ってのはあまりにも少なすぎるあとはねロシアは今弾もなくて困っちゃってて誘導系の,あの爆弾とかミサイルなんかも足んなくて無誘導のをこうぶちかましたりとかやってるらしいん,だやってるらしいんですけど、まあ、弾がないんだよね弾がない。でお金がないのになんとか軍隊は立派に見せようとすると弾節約するしかないじゃんだから弾があまりないんだよあそこも。で自衛隊も本当弾がないです。 弾がなくてピーピーです。シンゴジラを見た人を弾げたでしょ。ゴジラ攻撃してすぐに残ンなーしってか言って <laughs> すぐ弾切れしちゃうんだよ。あれはあの感じはリアルだよね。うん、マジでに弾がない。で弾がないのを意図的にやらしてんのは米軍じゃねえかなって私は思うんですけどね。うん、だからそうやってやっときゃ首根っこ押さえておけるじゃない。だからあれはなかなかいい手ですよ。 日本の軍事力の首根っこを抑えておくには、残段なしにしといて、で、えー、自衛隊にもっと戦わせたかったら、米軍が補給してやると、戦えて、自衛隊締めつけたいなと思ったら、弾あげないって言えば、それで自衛隊、キュッて行っちゃうからね。<laughs> だから、自分のところで、手綱をつけておいて、いざとなったら、キュッてやるっていうあ、あの、アメリカの言いなり状態になってるんだよ、自衛隊って。だから、 国防予算を2倍にして弾もたっぷり持つようにしないといけないんですよでそれをやろうとするとアメリカが邪魔してくるからそこをどうにかしなきゃいけないんだけどそんなガッツのある政治家いるのかっつったらうんいてほしい <laughs> いてほしいという、うん、まああれだねもうああってほしいこうあってほしいの連続になっちゃいましたけども今回はこんな感じにしておきます とにかく、あの、印象的だったのは、あの大統領の口のうまさだったよね。大したもんですよ。まあ、口がうまいとそ、そこのすぐ近くの都庁にいるおばさんも口がうまいけどさ、口がうまいと都知事になったりできるんだよな。<laughs> でも、あの、なんとかっていう、あの、ウクライナのゼ,ゼレンスキー、ゼレンスキー大統領、あの人はなんか前コメディアンだったんだってじゃない。 うん、だからやっぱり口が口が達者ってのが今は今の時代は大事ってことだよね。うん、はい以上あの口があんまり達者じゃないイークラがお送りしましたありがとうございました。